分見違えたよ。変わったな、お前。昔はあんなガキだったのに、こんなに女っぽくなりやがって。なんだ、こんなことならもっと早く気づきたかったな。なあ、俺のことがわかるか？俺のこと覚えてるか？なんだよ、心外だな。覚えててくれたっていいんじゃねえの？相変わらず釣れないな、お前は。俺はお前のことをよーく覚えてるよ。だってお前、俺のこと避けてたもんな。悲しかった。あんなにお前のこと好きだったのに、俺のこと見向きもしなかった。おい、膝崩すな。そのまま正座してろ。泣くなよ。こんなことも耐えらんねえのかよ。他人にはできて自分は耐えらんねえのかよ。なあ。お前の膝の下に画鋲でも敷いてやろうか？ん？なあ。敷いてやろうか？バカ女。しょうがねえな。教えてやろうか。その前に、手の紐ほどけてきたな。縛り直すか。じゃあちょっと一回立て。立って後ろ向け。直してやるから。あ？うるせえな。簡単に返すわけねえだろ。少しくらい付き合ってくれよ。俺久しぶりにお前に会えて興奮してるんだからさ。じゃあ座れ。さっきみたいに正座してろ。お前のことが好きだった。ずーっと好きだった。朝家を出て、一緒に学校に行くのも、勉強するのも、遊ぶのも、何もかも楽しかった。お前と一緒にやることすべて楽しかった。それはなんでか。全部お前がいたからだよ。お前がいたから、俺は幸せだった。だけどいつからか、お前は俺に構わなくなって、疎遠になっていった。大きくなって気づけばお前には彼氏ができていた。どうしてだ？お前に彼氏ができる前に、俺はお前に何度も好きって伝えたよ。その度にお前が答えてくれることはなかった。そしてお前はある時何気なしに言った。好みの顔じゃないんだよね。すげえショックだったよ。ずーっと幼い頃から一緒で、恋心を抱いていたお前に、そんなこと言われるなんて思わなかった。
お前は俺の心を踏みにじった。見ろ！お前が嫌ってた顔はもうないぞ。よく見ろよ。これで満足か？これで俺のそばにいてくれんのか？なあ、満足か？何驚いてんだよ。やっと思い出したか、俺のこと。そうだよ。僕だよ。いつも一緒にいたよね。お互いの家に遊びに行って、ご飯をごちそうになったり、誕生日にはお互いにプレゼントを贈り合ったり、勉強だって僕が教えてあげてた。でも途中から気づいた。君は僕のことは好きにならないって。君の好きなタイプは僕じゃないんだなって。だからさ、君に好きになってもらえるためにはどうしたらいいのかって考えるようになった。別々の学校に行って君と疎遠になってからもずっとこのことばかり考えてた。人生の大半をこの時間に使った。そんなことばっかり考えてたら、いつしか君のことが憎くなった。君のことを恨むようになった。そんなことを思ってたら、すべてがアホらしくなってきた。なんであんな女に振り回されなきゃいけねえんだよって。俺の人生返せって。いつからかそう思うようになった。そしたらさ、だんだん自分が自分じゃなくなっていった。だからそれに合わせて顔も変えた。皮肉なもんだよ。昔はさ、お前への好きという気持ちが溢れて、この顔を変えたいと思っていたのに、考えれば考えるほど、それがお前への憎しみと怒りに変わって、いつしかそこに好きという気持ちはなくなって、気づけば違う人格だけが残った。お前のせいで自分がわからなくなった。だから顔も変えた。勘違いすんなよ。お前のために変えたんじゃない。お前のせいで変えたんだ。わかるか？横向くな。目そらしてんじゃねえよ。昔は俺の顔を見てくれなかったよな。ほらどうだ。変わったぞ。別人となって生まれ変わった俺はどうだ？これなら俺と一緒になってくれんのか？どうなんだよ。あ？こんな俺だったら、ずっと一緒にいてくれんのか？なあ、久しぶりに会ってドキドキしたよ。俺と一緒にいてくれよ。一緒にいてくれたらもう憎まねえからさ。な？いいだろ？うるせえ。ダメだ。まずは先に俺の要望に対する答えを出せよ。その答え次第で、こっから解放してやるよ。さあ答えろ。また昔みたいに。いや、昔以上に。俺と一緒にいてくれるか？
分だけ時間あるから考えろ。不思議な回答待ってるよ。